はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコーストロールキャッスルワンということで、もう喋ることはありませんこの画面で。まああえて何かを言うとするなら、制作者さん見てください。ジェイソン1989って書いてるでしょ。きっと今32、3歳ぐらいの人だよ。でトロールコースってさ、この3のスキンか初代のスキンが一番楽しいって思えるのは僕だけなんですかね。じゃあここのとこ入ります。いや、不適正やろそれ。せめて入らせてよ。じゃあすぐ都会入ってってみようか。多分右罠だと思うんだよね。ほら入れたでしょ、多分こっちで合ってる。よし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 、あっつ。え、じゃあ右で合ってるのかな、右行ってみようか。ドッス襲ってこないのかな。あ、襲ってこんっぽいね。え、ここ隠しブロック真ん中だけ、右左ないか見ていい。あ、右左はないんだね。っていうことはここ走っていってすぐ左上に行けばいいっていうことだね。このドア入ってってみる。このドアなんだろうね。あ、こっち隠しブロックないんだね。こっちが正解っていうパターンかな。いい加減にしろ。それじゃあここ急いで行ってみる。あのプラパが来るより早く上に行けっていう感じかな。いや絶対間に合わんよ俺。あ、でも左見て、スタート地点のところだけね、ブラパが降ってこなかったんだよね。なんでここに追っておけばブラパが降ってこない、そういう感じでしょ。でこのブラパが過ぎた後に上に行くと、そういう感じだね。さあここでパンブロックを叩いてみようか。こう坂だいやなかなかいい場所に魚出すじゃねえか。じゃああの魚が通り過ぎる前にパンブロックを叩いてみようか。多分これ合ってる。うわ左キノコ出てきやがったよ。そしてパンブロック持っちゃったし、じゃあこのパンブロックを持ってこの土管に入ろうか。多分これで合ってる。頼む合ってて。なんでそれじゃあここキノコいるんだね。なんで次のブラパが降ってきた後にキノコが降ってくるのが見えたから、このキノコを取って右に進むと、そういう感じだね。さあこっからなんだよな。こっからプクプクが出てる方、この土管に入ってみようか。入れる。え、どうしよう。あ、この上に行くんじゃないの。そしたら何かがある。なるほど、そういうことか。ここでキノコが必要になってくるっていうことで、よし、それじゃあキノコ取ってきたんで、このドッスンの上に行けば、あのブロックが壊せてこの土管に入れるっていう感じでしょ。よしよしよし、多分これで合ってるよね。頼む、もう落とさないでね。熱いのはやめてね。やっぱ大丈夫だったね。こっちで正解っぽいよ。そしてここは左って書いてるな。左向いておく。この左向いておかないと、このオーブンが発動して下に落とされるみたいな、そういうシステムだよねきっと。ちょっと右向いてみようか。気になんない。ほっ何もなんねえじゃねえか。さあこっからどうなるんでしょう。あ、うわどうしよう。このガロンの甲羅を履いて上に土管があったよね。この土管に入るんで合ってんじゃないの。どうなんだろう。合ってる合ってる。よっしゃ、中間ポイントゲットだね。さあここは3つあるね、入り口が。いや3つじゃねえ、6個か。この土管回して6個だよ。上か下か。一番左下の土管入ります。ここは何だろう。ピンコインコースかと思ったら違うね。何よそれ。じゃあ次はこの真ん中の土管入ってみるね。こっちは何。だから何なんだそれは。それじゃあこの一番右の土管もさ、罠っぽくない。ちょっと入ってってみる。気になんない。ここ絶対罠でしょ。なんか勝った気分。じゃあここはツタに登れっていう感じなんで、一番左のこのツタ登っていきますね。ああ真ん中っぽくない。なんかピースイッチが見えたもんね。なんでこのピースイッチを踏んだら何か変わる、そういう感じじゃないから。いや何も変わらんくね。ここで合ってんのかな。あ、左上にボムヘッド出てきた。なるほど、これでブロックを開けてくれるっていう感じで。さあ開けてもらえますか。よっしゃ、これでもう開けてもらえそうじゃない。頼む。よしよし。そしてこのスターを取って上の方に早く行けっていう感じじゃないから。うわ、どっちだろう。上の土管は入れないで、じゃあ右の土管入っていきます。このスターを取ってる状態だからね、早く行った方がいいと思うんだよな。なんでこっちに行きます。頼む。うわ、スター状態切れたか。っていうことはさ、スター状態じゃなくてもこっちに行ければよかったっていうことだよね。絶対落ちたと思った今ここ。いや、どこまで続いてんだろうこの足場。途中で絶対切れるよね。いや、ここまで続いてるっていうことは分かったから、こっからジャンプして右の方に行ける。よっしゃ、そういう感じだね。でこの土管に入ると、多分これで合ってるよ。さあ次は、えいや、さっきのところや。こっからどうするんだろう。一番右が正解になってるみたいな、そういう感じから。頼む合ってて。はあ、
オンオフが途中であったじゃん。あのオンオフ叩いてみる。オンオフを叩いたらどうなるかなんだよね。これが気になるんだよね。相当意味で、あ、でもなんか爆発した音がしなかった。ボキャンって。このまま先に行けばなんか変わってるのかな。どうなんだろう。頼む、なんか変わってて。よし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 。でここで、あ、なんか隠しブロックあるよ。この上が正解なのか。でオンオフを変えて下に行けば何か変わってる。頼む、合ってて。いや、何も変わってないやん。どうすればいいのここ。真ん中入ってみる。落とされるだけでしょきっと。悔しい。この右側がね、キブロックなんかめっちゃ怪しいんだよな。なんで一旦上に行ってこのオンオフを変えて待っててみようか。そしたらなんか変わる。頼む、開いて。開いてよ。え、なんも、あ、変わったよ。これで合ってたんじゃん。で、このまま右に行こう。頼む。いや、これ開かない。けんのかな。どうなんだろう。カロンの甲羅ちゃんと入っていこっか。確かこの辺で取れたよね。で、これを取って、よしよしよし。で、今絶対取り逃したと思ったよね。で、上は何もないのかな。うわ、上なんかあるよ。大丈夫かな。あ、ここも隠しブロックあんじゃねえか。っていうことはあの土管罠だね、きっと。いや、絶対そうだよ。で、このまま上に上がっていってあの扉に入るっていう感じだと思うんだよね。あ、違う、ここでオンブロックしたらなんか変わるんだろう。うわ、どうする、これオンオフ変えていってみる。いや、でも上届きそうなんだよな、頑張ったら。こっからさ、ちょっと頑張っていってみる。やべ、吐くと思ったんだけどどっか入ってしまった。違う。違うんだって今のは。ここで合ってたっぽくない。一応右上のオンオフはしてるんだよね。なんでカロンの甲羅を吐いたまんまこのどっか入ります。そしてどっちに行こう。上に行こうか、こっちで合ってる。そしてここで久々に来ましたね。さあ行きますよ、ジャッカマン。めちゃくちゃ久しぶりな気がする、このジャッカマン。で、このまま右、やべえ、行き止まりじゃねえか。それじゃあ次は下の取ろうか。多分下で合ってるよね。うわ、まだ下がある。一番下が成功っぽいよ。こっちが合ってるでしょ、頼む。真ん中じゃないよね。3分の1か、成功は。頼む、合ってて。なんでよ。なんで3分の1、2回も外すの。次は真ん中行こう。これが正解じゃなかったら僕も決めていいよね。頼む、合ってて。火に落とすのだけはやめてね。合ってる、絶対合ってる。よしよしよし。3分の1を2回も外したのか。じゃあ、あ、ゴールっぽい、ゴールっぽいよ。うわ、どうしよう。ここは B を踏んですぐ右にピンチャーするで、はい、なんもなんで。この B スイッチを踏んで右のドアに入ろう。こっちが正解でやって。頼む、2分の1。うわ、入り口じゃねえか。嘘でしょ、なんでよ。こっちは頼む、なんか変わってて。いやさっき右側の扉入ったらさ、スタート戻されたじゃん。この左のドア入っても戻されるみたいな、そんな感じはないよね。いや、合ってるのこれ。どうなんだろう、ここは合ってんのかな。こっからどうすればいいんだろう。なるほど、あのパンブロックにこの神の甲羅当てろっていう感じで。オッケー。いや、これどうすればいいの。あ、こっち来たらいけんかった感じ、もしかして。やべえ、ここで蹴って当てればいいだけでしょ。頼む、当たって。あはは、閉じ込められた。え、これ積んだんじゃないの。誰か助けて。ガマ発見しました。よし、それじゃあさ、あそこチビになっておかなきゃいけないっぽいんだよね。なんで一回さ、当たってこの鍵扉に入ればチビの状態で進めるっていう感じでしょ。で、こっからよ、この状態で投げて左に逃げよっか。そしたらもう閉じ込められないでしょ。頼む、うわ、惜しい。ちょっと待ってね、こっからこれ難しくない？どのタイミングだろう、このタイミング。全然ちげえじゃねえか。くっそー、難しいぞこれは。死耐久かなこれって。頑張ってやった後にやられるとかそんなんないよね。どのタイミングだろう、このタイミング。よしよし、これでもうゴールだよね。合ってて、やった。
どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ、一発マリオその21ということで、このコースですね、制作者さんからぜひやってみてくれとツイッターに DM が来たんですよね。でその DM にチラッと書いてたんだけど、デカマリオのままゴールしてくださいと。ただしデカマリオの状態で丸々の左上の一マスしかない枠あるじゃん、あそこを抜けてくださいと書いてたんですよね。いやその時僕思い出した、無理じゃんと無理じゃねえかと、どうやって行くんだといや思ったんですけどね、このまんまじゃ一発マリオ名人の流したると思いまして、このコース早速やっていきましょういつから一発マリオ名人になったんだろうね。でね、最初にハテナブロックがあったじゃん、あれがデカキノコだと思うんですよ、まあ、これがデカキノコなんは分かってるんだけど、こっからどうやってこの人はそう抜けるかだよね分かんねえでしょ、これは分からんやろ、まあ、しかも10秒しかねえし、丸丸の左上があるじゃん、あの左上の隙間にしゃがみジャンプで入ってみよっか、なんもならないやんどうやって行くんだろう、ちょっともう一回試してみていい、綺麗に隙間に入る、そしたらどうかなんないかな、うわ何もなんねえか、じゃあさこの丸々破壊してみる破壊してみようか、いけー分かんねえ誰か助けてお父さん、それじゃあ無駄だと思うけどね、しゃがんでみようか、下から行くいや絶対違うよね、こんなことじゃないと思うんだよな、絶対この左上のこの隙間怪しいよね、この左上の隙間行ってしゃがみ状態解除してみようか、ほっうわ何もならんね、しゃがみ状態解除してもキノコ取る場所かな、このキノコをさこの浮き輪の左上らへんで取ればなんかバグって上の方に行くみたいな、なんかそんなんないかな左に行っちゃったいや違うんだって、右の方で取りたかったんだって、これよりステージだったね、これでキノコ右の方に行かないから、ほら行くでしょ、そしてあの隙間の方で取ればどうかなるなんねえじゃねえか、いや絶対右の方で取るわってる、なんで今度浮き輪の下にスライディングして入ってさ、しゃがみ状態を解除してみようか、こっからしゃがみ状態解除、イエーイどうすればいいんだろう、こっからどうするかなんだよな、ちょっと見ていいかな、分かったかもしんない、これじゃないの、今みたいな感じであの一マスの隙間で取れば上に行ける、そうじゃないかな、いやなかなか難しいと思うんだよな、あの一マスの隙間入るの、なんせクリア者0人だもんね、なんでここで初めてのクリア者になりたいと思います、やったきたああやっていけるんだね、いや面白すぎ、それじゃあご視聴ありがとうございました、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております、最後までご視聴ありがとうございました、それじゃあまたね。